オランダボスジム第3の男、ジェレル・ベネチア。現在のボスジムの指導者であり、ミスター・コンプリートと呼ばれたイヴァン・ヒポリットが太鼓判を押す期待の選手。これまで K-1 ルールではアーツに敗れた1敗のみという戦績。あとはトップファイターにふさわしいインパクトを残すのみ。セルゲイ・グール、ベラルーシ。レッドスコーピオン、アレクセイ・イグナショフと同じチヌックジムに所属し、ムエタイをベースに様々な戦いに適応できる能力を持つ。3分3ラウンド、第1ラウンドのゴングが鳴りました。グローブを合わせません、ジェレル・ベネチアン。これはもう超実力派対決って言ってもいいと思うんですけど、本当イグナショフのナンバー2 の、 セルゲイ・グールと、ベラルーシのですね、はい、ホースに続いて、はい、ヨハンボスジムのナンバー2のベネチアンということで、まあ、本当ベネチアンの方はですね、はい、まあ、本当にレミー・ボンヤスキーと現K-1チャンピオンですね、オランダ大会で勝ったりしてますし、はい、まあ、前回の開幕戦ではピーター・アーツに、ね、あと一歩のところまで来ましたからね。16人に残ってきましたからね、はい、このジェレル・ベネチアンは、ね、赤いグローブです、ジェレル・ベネチアン。確かにまだもちろん両者とも、いやいや兄弟子にはかなわないよという同じようなコメントを残していたんですが、ただこれは勝ち上がり方、これからの勝ち上がり方、左フック、セルゲイ・グル、勝ち上がり方によってはもちろん今年もグランプリ開幕に名乗りを上げてくる可能性を持った両者です。残りは30秒になりました。第1ラウンド、左ハイキック、セルゲイ・グルです。距離を取りました、いいですよ、ジェレル・ベネチアン。先の2ラウンド、わずかではありますが、セルゲイ・グールが試合を動かし始めたような、そんな印象もありました。ただいずれにしろ僅差です。あーっと、ハイキックの連発、トリプルで来ようとしました、ジェレル・ベネチアンの右のハイキック。今年にかけているジェレル・ベネチアン、ただその思いはセルゲイ・グールとで同じです。ベラルーシの新鋭、ボスジムからやってきたジェレル・ベネチアン、ホーストの技と心を受け継いでいます。一方イグナショフと日々グローブを合わせているセルゲイ・グール、気合を込めた、リズミカルに体を壊してミドルをキック。若干ではありますが、わずかな差ではありますが、ベネチアンも押し始めているが、2ラウンドからこの3ラウンド、この3ラウンドはベネチアンを押してきましたね。ベネチアン効いてきましたか、特にボディが、ね、効いてきていますね。あ、そうですか、この膝ですよね、はい、ミドルと左の膝が結構セルゲイ・グールは、効いてきてますね。そうですか、となるとますます谷川さん、これ分かんなくなってきますね。ちょっと動きが止まったか、セルゲイ・グール、きっちりとフォームを取れないようなシーンが目立ち始めてきました。セルゲイ・グール、ミナッパー小さくいったら、この辺りはホーストらしい、ホーストのその日々練習見ているボスジムの選手らしい動きを見せています。バックハンドブロー見せたセルゲイ・グール、ちょっとスタミナが切れてきましたね、グール選手。あ、そんな感じがしますね、口が小さく開き始めてきました。ファイナルラウンド、しかし残り10秒の標識が鳴った、時間がありません。まだここまで両者に談話なし、サババツカの展開、第3ラウンド終了のゴングです。両手を上げてコーナーに戻るはジェレル・ベネチアン、片手を上げて小さくガッツポーズで青コーナーに戻ったのはセルゲイ・グール。ジャッジ桃竹高雄30対29、差がついた、青セルゲイ・グール、以上2回目を持ちまして、青コーナーセルゲイ・グール選手の判定勝ちです。それは30対30、イーグルの判定、ジャッジ3人のうち2人がかろうじて1ポイント差、本当に僅差の戦いでした。ベラルーシの新鋭セルゲイ・グール、判定でボスジムからやってきたジェレル・ベネチアンを下しています。